きっとできるはず。私に見せて。しまった、こんなはお返しじゃ。受け取れい。暗鬼の椅子参ります。ここは通行止めである。一人で寂しそうじゃねえか。あんたの相手は俺がしてやるよ。チェキ！アブー！大丈夫か、チェキ。口が開かないな。おめえら、俺たちを単なる雑魚キャラだってなめんじゃねえぞ。ここにいる全員執行部本体のもんだぜ。てかお前誰？ほらいたじゃん、さっきなっちゃんにあっけなくやられちゃったやつ。おお、そういえば脳みその片隅にそんな記憶が。こいつ殺す。ありがたいな、あんたペラペラ喋ってくれたおかげで十分清めることができたよ。僕がエレベーターまでの道を作る。一気に走り抜けろ。いいな、チョキ。それじゃあ行くぜ。新陸王馬蹄宝剣。非常に不愉快かつ不義なことであるが、執行部参加とはいえ我がプロレス研究会はこの学園において傍流。苦節3年、ようやく執行人に指名されるまでになったというのに、こんな雑魚が網にかかるのを待つだけの役目とは悲しいこととは思わんかね。ん？ごちゃごちゃうるせえんだよ、ボケ！こっちはてめえなんとにかまってる暇は一秒もねえ。雑魚はてめえだ。なぜだか分からぬが、あの時感じたプレッシャーはかけらもない。見た目以上に根が伸びて間合いがつかめない。懐が遠すぎる。いけない、今は戦いに集中しなくちゃ。いや、やっぱりあのプレッシャーは肝心。いける。今のこいつはただの柔術使いの小娘に過ぎない。
なるほど。上へ上へと逃げるのは変だと思っていたが、そういうわけか。変幻自在の多角攻撃こそ今の脅威。ならばこの位置、この狭い通路では突く以外に攻撃方法はないわ。初段はかわせる。問題はその後、私が間合いを詰めるのが早いか、彼が第二段を放つのが早いか。勝負。夏目麻耶、その実力見せてもらおうかしら。後悔しても知らんぞ。ようですわね。次の攻撃で。やりすぎたか。小僧どもは高柳がついとるから、まあなんとかなるとして、問題は綾じゃな。まったく、あのバカが早とちりしよって。行かせません。勝負はまだまだこれからですわ。絶対的不利の状況からよく互角の戦いまで持ち込んだなと褒めてやりたいが、一つ重大な勘違いをしている。これはただの根ではない。お前は自ら父に足を踏み入れた。そんな真無双田上流内伝陰中陽の一回。一郎様。
これは総一郎様のイメージが流れ込んでくる。マガ払いの一族、己の体につきものを自ら呼び込み、魔となりて魔を滅する。古より魔にも人にも疎まれたる呪われた一族。けれども総一郎、恨んではいけませんよ。怒りや恨みは気を乱します。乱れた気では力は正しく使えません。やだよ、俺もっともっと強くなって母ちゃんをこんな目に遭わせた奴らをみんなぶっ殺してやる。人を傷つけるために強くなるということは、自分を傷つけるために相手を強くしているのと同じことです。真の強さとは、何かを守るために自分が傷つくことを恐れないということ。誇りに思いなさい。凪家はそうして自らの傷と引き換えに多くの命を守ってきた一族なのです。今のあなたにはわからないかもしれませんけれども、あなたがこの言葉の本当の意味を理解したとき、そのときあなたの体には魔ではなく竜が住む。ずるいなあ。いつも私ばっかり総一郎様のことを。いつか私が総一郎様を知ってるのと同じぐらい、総一郎様が私のことを知ってくれたらいいな。よせ、勝負はついた。これ以上やれば、怪我では済まんぞ。残念ながら、私だけ寝てるわけにはいかないんです。妻として今、俺を呼んだ。こいつ何だこれは。私は幻を見ているのか。どうやら私は少々君のことを見くびっていたようである。寝てろ、何度も言わせんな。俺はてめえなんざ構ってる暇はねえ。シェイコー、先ほどの奇襲の返礼である。立ちたまえ、このサーガマスク全身全霊をもってお相手しよう。次は君が私に技をかける番である。ったく、何度同じこと言わせる気だよ。てめえのような雑魚に付き合ってる暇はねえ。けどしょうがねえから、この一発だけ付き合ってやんよ。逃がすかよ。こん中入ってろ。でも。いいから早くしろ。何言ってんの、バカなこと言わないでよ。いい子にしてたら後でたっぷりキスしてやるぜ。死ね！手合わせして初めてわかった。
みんなが夏目マヤを恐れるわけよ。疎ましく思いつつも手が出せなかったわけよ。その勝利への執念は尊敬に値するが、立ってくる以上わしも手を抜くわけにはいかぬ。もうやめ。残念ながら認めざるを得ないようですわね。策を浪し血のりを取って武器を持てば勝てると思ったのは私の浅知恵だと。けれども私は負けるわけにはいかない。何があろうとお前だけには絶対。まだ暗記が4本も、もう20本以上は投げているはずだ。何度やろうがわしには勝てんぞ。それでも私は勝つ。私を支えているのは執行部副会長という地位。それはすなわち会長であるあの人のそばにお仕えできるという至上の喜び。その地位を約束されながら去っていったお前なんかに私の何がわかる。1本2本3本4本。やはりあったか。5本目、いすゞの得意技陰刀。これをさばけば。負けるわけにはいかん。わしはあやつらの王、行かねばならぬ。お主らにあやつらを潰させるわけには断じていかぬ。わしが背負っておる者の重さはお主などとは比べ物にならんのだ。夏目流混合八式連環天天鉄火月。とどめ。体の力が抜ける。術が溶けちゃう。悔しい。誰も知らないこの姿を聞いたことがある。気を持って脂肪を体内に折りたたむという身体奏法。こやつ大量の暗記を一体どこに隠し持っていたのかと思えば。もうダメ。さばききれない。今日の私もすんごく綺麗。ん？ようやくご到着ね。待ってたわよ、三つおみ。